今年になって今日は初日ということで初めて入ってきます。で今日は朝からですね、どういうことが起きたかというと、朝9時に、39台、車両が入りました。そのうちのですね、30台は何かというと、空のダンプが入ってます。空のダンプでこれは何をしているかというとですね、大きく簡単に言えばですね、概要から説明すると、ここに、地図がありますけども、この基地に入る、資材はですね、2箇所から入ることになっております。でそのうちの1箇所がここと、もう1箇所がどこかというと、塩川と青山橋ですか、そこから船積みで入ってきます。でどういう資材が入ってくるかというとですね、ここから入る資材は、ここ見て分かる通り、これが、基地の全容なんですけども、埋め立てなきゃいけないので、まず埋め立てるのに何してたっていうと、こういう護岸を先に作ってですね、それから、ここに埋め立てるを入れていくと、そういう形であります。でここから入るのは何を作る資材かっていうと、こういう護岸を作る資材をここから入れてます。それから阿波桟橋塩川は、こういうところを埋め立てると、そういう土砂、土砂っていうかもう完全赤土なんですけども、赤土を入れることをやってます。ですから今のところ防衛局は2つのことはしっかりかどうかわかんないですけど、一応守ってます。でこちらの方に特化するとですね、今どこまでできてしまったかというと、本当はこちら側のオーランから始める予定だったんですけども、こちらは深いということで、それからここに軟弱地盤が見つかったりして、こちらを手をつけたらもう手には負えないということで、この辺野古側ですね、こちらの浅い方からやっていこうと、こちらを、どんどんやれば浅いので、先にできて、工事が進んでいるような雰囲気を出すということで、こちらから手を出しました。でこの今できているのは K1 護岸、K2、K3、K4、K5 までできています。それから中地、これだとこっち詰めないので、ここから、中地金のこことここを、やっております。でこの地域とこの地域が、これは2の1という地域、この2の地域、この2つが完全に外界と遮断されました。そういう意味だと、ここの海はかなりほとんど、死滅しているという形になっております。それで、ここはですね、去年までは、護岸を作るので、ここから1日200台とか、1回に200台ですか、3回、それからここはですね、皆さんが頑張っているので、機動隊が来ないと入れませんので、あそこで我々が座り込んでると、向こうは時間を決めて入ってます。その時間が9時と12時と3時の3回です。でその3回で1回に、多い時は1回で200台近く入ったこともあります。今日は朝はですね、39台で、さっきは10台しか入っておりません。そういう意味だと、かなりこの護岸用のところは終わったんだなという雰囲気が、形が分かると思います。それでですね、護岸作るときにはどうするかというとですね、もう大体見当はつくと思うんですけど、でかい我々石、捨て石ってますから、でかい石をですね、こんなでかい石をまずはこういうところに捨てて、その周りに人の頭大ぐらいの石を、周りに固めていきます。それでそれだけで、その後ですね、ここに埋め立てますんで、防砂シートといって、中に砂を入れた時に外に漏れないようにシートをかけて、その上に衣服ブロックというブロックを置きます。これが大体2メーター50角ぐらいのブロックです。それを、先ほどこう入れた周りに、こういうところにペタペタと貼っていくわけです。でここまでできてしまったと。はい、それでですね、あとは何をするかという、防砂シート、衣服ブロックっていうのは四角いので、波の、我々に2メーター50角のですね、コンクリートってとんでもないでかいわけですけども、海の波のエネルギーにしては そんなに大きいわけじゃないんで、それを海のエネルギーを消すために、テトラポットですか、それを消波ブロックというんですけど、目的的に言うと波を消すためのブロックっていうのは、それを置いております。で今はですね、
今年の夏までは、夏台風来ますので、どちらが危ないかというとですね、気候ができちゃってしまってるんですけども、その外海の方が危ないということで、こういうところに先に消波ブロック、テトラポットを置いて、今年の夏を過ごうとしたみたいです。ところがですね、ちょっと9月の台風で、急にこちらの方もやり始めました。そういう意味だと、本当に、ここらの波でも、ここらでもやはり消波ブロックをしっかり置かないと、皮膚ブロックが壊れてしまうんでガタが来ると。我々が見て、全部がズロンとか崖崩れみたいんじゃないんですけども、よく見るとずれてるっていうことみたいです。で、今ここにテトラポットをずっと置き始めて、ここらまで来てます。で、ここまでやってありますので、こことここを、これからやっていくと思います。で、テトラポットはどこで作ってるかというと、1個は20トンあるみたいので、設計図だと24トンだったらしいんですけど、まあ20トン。そうするとですね、外から運ぶんではなくて、中に型枠が入ってます。型枠に、入れるわけですね。今日、2回目に、生コンプリート車が、4台入ったと思います。で、テトラポットが20トンで、生コンクリート車がだいたい10トン積みなので、2台入るとテトラポットが1つできるという感じになります。で、今日は、5台入りましたので、2個半、できたと思います。ムンムンが入ります。ただ、分かる通り、コンクリートっていうのは乾かないと、強度増しませんので、どのぐらいでできるかというと、型枠に入れて約2日ですね。2日型枠に入れまして、縄が空きにすると。で、それを今度は型枠を取りまして、本格的に、乾かすと。それは約4週間かかるそうです。ですから約1ヶ月ですね。今日生コンを型枠に入れたとしたら、これが、使えるのは2月の6日か7日ぐらい、1週目ぐらいの感じです。ですから大体ここにですね、今日は少ないですけども、去年の暮れあたりは、70とか80台ぐらい入ってましたので、約40個のテトラポットができていると。それからここから入るのは、土曜日今のところ入ってませんので、週5日入るとすれば、まあ、月あたり、20日間ぐらい、入ってますので、1回で、80台入れば40個ありますから、それが20日間ですから、約800個のテトラポットが、ここらですね、ここらに、ここらに置いてあります。テトラポットがものすごい数あります。それを、こう運んできて、入れるわけです。で、今その作業をやっております。で、今はですね、ここまで来て、テトラポット自体が20トン、1個20トンぐらいありますので、あそこに今当たっているようなクレーン車で、ここに捨てていくんで、置いていくんですけども、5番の上にそのクレーン車を置くと、5番がそんな強度がないみたいなので、この内側に、まず先にこう埋め立ててます。で、ここを埋め立てて、グリーシーっていうか石を置いて、で、その上に鉄板を置いて、頑丈にしてからクレーン車を設置して、置いております。今ここやってます。ここらをやってます。それでもう一つですね、これでは1台しか使えないので、こちら側にもやろうということで、ここもちょっと埋め立てをしてます。こういう方向に進んでくると思います。それが今こちらの、辺野古側の状況です。ですから主に入ってくるのが、生コン車と、グリーシとそういうやつです。ただ5番の今のところ作ってるという形跡はありません。で、よく言うんですけども、すいません。それでこう埋め立てる赤土がどこから入ってくるかというと、青桟橋と白川から、積み出されてます。で、ね、それを、積み出されたのがどこに来るかというと、いっぺん積み出されたら陸揚げしなきゃいけないので、陸揚げはどこからしてるかというと、ここに低級護岸というのがあります。で、こちら側は、深いんですけども、急には深くなりませんので、船をつけるために、ここの先までちょっと、護岸を伸ばしました。まあ、目的外仕様なんですけど、桟橋として使ってます。で、こことそれからここではピッチが遅いので、もう一つここで使い始め、啓発を使い始めました。こっちはここが浅いのでもっと使いにくくて、波が荒れると
使えない状況です。でここはですね、どういう方法をするかというとですね、阿波桟橋から積んできて運搬船が来るんですけども、運搬船もやはりですね、船底があるのでここまでつけられないので、この沖でですね、船底が浅い台船と言ってるんですけども、台船に一遍積みます。で台船が積んで、それ台船もですね、普通の台船ではなくてランプウェイ台船といって、台船の端にこういう橋桁みたいなのがあるんですね。でここにこう護岸がありますから、台船の橋桁をこういう形、桟橋にくっつけるわけです。そこの桟橋を伝わって台船の中まで、ダンプが入ってこれます。そうすると、このダンプが入ってくれば、そこでユンボでこう入れることができて、こういう形でこう入れるはずです。ちょっと手間がかかるようですけど、それが一番なんか早いということで、今ここに台船が7台入っております。はい、それからそれがどこに来るかというと、最初にこの2の1のコークを入れ始めました。それでそれが、一昨年になりますけど、12月の16日が最初の日です。それからここを埋めて、まあ、半年で終わらすよって言ってたんですけども、終わらずにですね、それから今こっち側を、3カ所で、赤土を入れてます。これなぜ3カ所かっていうと、これがこっちに対してこっち広いので、受け負っている業者が、3つで分かれてます。この線が3つあって、その3カ所でこう工事してるてます。でどのぐらい入れたかというとですね、今工法がだいぶ変わりましたので、まあ、承認はされ、当然デニーはさんは承認しないと思うんですけども、いろんなことやってましたけど、前の工法ですと約2000万、キロ2000万、リューベイですか、立方メートル20万ぐらいなんですけども、でそのうちですね、どのぐらいをこっちに来たかという と、我々が勘定してまして、どういう勘定をするかというとですね、阿波桟橋とここはですね、入ってくる車両のダンプの台数は何番も全部チェックしています。で今のところですね、今日のデータはわからないんですけども、12月までに、ダンプの台数がですね、約11万台ぐらい阿波桟橋から入っております。それでただですね、11万台って言いますけども、大体どのぐらいで換算すればいいかというと、まあちょっと面倒くさいんで11万台10万台としましょうか。で10万台入ってて、10トン積むとすると100万トン入るわけです。で100万トン入って、あそこに入ってる赤土は比重2ですから50まあ、立方メートルぐらいがこちらに来るはずだったんです。で我々ですね、もともと島ぐるみの人たちは台数のみじゃなくて中も観察しておりまして、どうも10トン積みのダンプにそんなに積んでないよと、我々が高いでやった頃は化石さえが積みが多いだろうって言ったのは、量はすごい少ないんですね。それでどうも、60% ぐらい、6万トンぐらい、あ、6トンぐらいしか積んでないんだろうっていう形になります。ですから最初の計算だと、まあ、100万トンあったら6割ですけど60万トンぐらい、積んでると思います。で比重が2ですから、それの2で割ると30万立方メートルぐらいここに入れたんだろうっていう計算して、最初は2000万分の30ですから、まあ、1.4 とか 1.5% ぐらい入ったんだろうという目算してましたら、防衛局は 1.1% しか入ってないよと言ってしまったとか、ちょっとなんだろうすいません、我々の目論見が違って 60% ぐらい積んだというのはどうも 50% ぐらいしか積んでなかった、ちょっと分かりませんので、まあそのぐらいしか入ってない。だからここが23万リューベイぐらいしか入ってなくて、立方メートルしか入ってなくて、だいたいこことここが11月末の現在で 1.1% ぐらいしか入ってない。で見た目もですね、これどういう状況かというと、この護岸が高さが8メートルの高さまで上げるんですけども、今出してるのは
最初から8メートルまでできませんので、最初は4メートルの高さにします。どういう形になるかっていうと、護岸ですから、こう斜めにして上にこう突き上げるわけですね。そのこの斜めの部分しかない、4メートルしかないと。なおかつですね、上から見ると、それでここも全部土砂が詰まってるわけじゃなくて、そんなに入ってない。で、こちらもちょこっとしか入ってない。こちらで7割ぐらい、半分の7割ですね。4メートルの高さの7割、こっちは4メートルの高さの1割。だからそのぐらいしか入ってないということが、いろいろここで見てると分かるわけです。ですから今いろんなところに出てますけども、約 1.1 とか 1.2% ぐらいしか進んでないよという形です。それで今ではどういう状況になっているかというと、11月、12月になりまして、工事が進んでないということは、向こうもちょっと焦り始めて、向こう、まあ、焦ってるのかよく分かりませんけど、いろいろやるようになりました。阿波桟橋も、去年ですね、暮れの27日が金曜日なんですけども、御用納めなんですけども、その日も前の日も今までやってなかったのを、26日は、阿波桟橋は船釣りしました。27日は船釣りしなかったんですけども、実はその日海が荒れてましたので、できなかったというのが、なんか元部白浜の人がおっしゃってました。それからこちらの方もですね、御用納めの27日はやらないだろうと、でここをテントお休みにしたんですけども、実際には入ってきました。入ってきましたというか、朝が15台、昼が13台、3時が1時とか言って30台ほど、入ってきました。そんな感じで必ず向こうは、仕事は休まないよという、ことをずっとやると思います。はい。で、今日も見ますと、最近言ったカラーダンプっていうのが入30台入って、我々カラーダンプって何かというとですね、先ほどお話したようにここで陸揚げしたのを、こう来てここに土砂を捨てるわけですね。それで何するかというと、外ダンプって他に言うわけですけど、外から土砂とか資材を入れるっていうのは外からダンプ、ゲートを通るやつですね。それに対してここからこう入れるやつはですね、我々の前には絶対姿が現れないダンプなんですね。それが暮れに、40台とかその前出てますんで、それが今日入ったということで、資材は入ってないんですけれども、中の作業は今日もやっております。そういう状況ですね。はい。それがこちらの今日の状況です。それから塩川阿波桟橋に関しては、朝はですね、機動隊が来てないんですけど、なかったということですけども、今日9時ごろ来ました。それでどういうことが起きたかというと、向こうの、情報によると、阿波鉱山が今日仕事始めらしくて、9時に、なんか知らないですけど、これは嘘か本当か知らないんですけども、出陣式というか出発式かなんかやるそうなので、9時から GO という、つもりで、だから9時からスタートしました。それで、そうですね、それで実際にはダンプが塩川に入ってきたのが、10時頃から入ってきました。10時頃から入ってきたので、我々も準備というか、人が集まってますので、ダンプを止めて、11時15分まで、ダンプを止めたそうです。で、11時15分になりましたら、機動隊が来たので、ダンプが入り始めたということです。で、午後の情報はまだ入ってませんので、また進んでると思います。で、阿波桟橋に関しては、朝の時点では運搬船がいなかったんですけども、同じように阿波鉱山から動きますので、おそらく同じ状態が来るだろう。かどうかわかんないですけど、ここがですね、ダンプが来てないので、もしかしたら、阿波桟橋もやってない可能性もあります。ちょっと未確認です。ちょっとわかりません。それで、今ですね、先ほど言ったように、ダンプの数が、ダンプを一緒、防衛局を入れようとしていると。で、先ほど110万台って言ったんですけども、12月は1万2000台入れられています。ですからちょっとピッチが上がっております。ただですね、向こう自体はもうそのぐらいが限度で、それ以上は、他の桟橋を使うとか何かをしなきゃいけない。
またはここをですね、能力と使う、固まってますね、こことここがそんなに引っ張りできませんので、そんなに極端に増えることはできない。であとはやり方を変えるということが考えられます。まだ分かんないんですけども、候補としては、外から持ってくる、本土から持ってくるアガツシというかガンツルをやめるということで、今候補としてあるのはここらでいいんですよね。この辺野古ダムのここらでいいんですか。ここらの土をこっちに埋め立てを使うと。でいろんなのがあったのは、ここに、国道が走ってますので、この上をベルトコンベヤーで回すとか、それからもう一つですね、今 あそこで工事してるんですけども、トンネル作ってます。今までトンネルが1車線だったら2車線になりますと、1車線にするとそれダムばっかりしてると米軍が使用外になってしまいますので、あのトンネルができるとこちらのをやる可能性もあります。だから今のペースでやるとやっぱりこのペースだと本当に何十年以上かかるペースですけども、違うことを提案する可能性はあります。そこらはまだ、僕はちょっと分かってます、理解しておりませんので、北浦さんとか、何かの方が来て、もうちょっと説明してもらわないと分からない。まだ向こうはまだ手の内明かしてないところがありますので、用心して推測はちゃんと聞いてもらえてはいけないと思います。大体このぐらいの説明なんですが、何かご質問ありますでしょうか。アマのね、ダンプの入り方、今はダンプで男側から見せた、今男側から見せた、ひどいボーンと入ってる。我々いろんなところで、抗議活動で抵抗運動して、ここでは座り込みという方法で、先ほど言いましたように1日3回しかやさせないと。まあ、あれから座り込みやめてしまえばずっともうダンプが入り勝手に入るわけですから、阿波桟橋からだったら、阿波鉱山からだったら30分で来ちゃいますので、で阿波桟橋は、座り込みができないので、今どういう方法をやってるかというと、当然ゲート前にあるんですけども、位置がですね、阿波鉱山があって阿波桟橋こっちにあるんですね。だからダンプがこう来ると右折しないと阿波桟橋に入ってこないんです。でそこに信号があります。で信号は当然ですね、横断歩道はありますので人が優先なんですね。で我々はみんなウォーキングと言ってますけど、歩いて、行くわけです。ダンプが1台来たらしか通さない。ほっとけばその信号の切り替えの時に3台4台で通ってしまうのをウォーキングすれば、交差点に入ったのが1台ぐらいなので1回の信号の時1台しかやれない、そういう構成です。まあ、あとはゴーゴーとかありますけども、それでですね、この右折ができないということで、去年の暮れぐらいからどういうことを考えたかというと、ダンプがですね、こう来て一遍中の旧道に入るんですね。旧道に入ってずっと抜けて、もっと、南側まで行って、そこから U ターンをして戻ってきて左折で入ると。あのホテルのところ、ホテルの、あ、そうだね、ホテルがあるんですけど、そこから入ってきて、元物に来て、今度は左折なんで、信号ありませんので、入る、のが多くなると。それでピッチを上げるようということをしております。それで、どうしても止めるのが、テンポを遅らすですか、のがどうしても遅くなるようになっています。はい、あの活断層はどこを通ってるんですか。これですね。ピークの方はそれとは沢のようなこと場所はやってないんですか。はい、今はこっちだけですね。はい、根っこの方は、はい、そうですね。でここが軟弱地盤ですね。下下下下、はい、活断層は別にあの断層なんで、こういう道路であるだけで、はい、いや実は、まあ、今から肝心な深いところに行くと活断層の問題も問題点としては上がってるんですが、新聞の説明はあの深海の軟弱地盤の話だけで、はい、活断層については全く触れてないんです、はい、まあ、活断層があるとも言ってないんです。そこのところが問題だと思うんで、まあ、もうすでに陸地の部分も
も触ってるような感じがするので、夏断層も調査して対策をした上での工事でなければならないという大きい方向性が作れるんじゃないですか。それは県が中心になる。東北運動隊から持っていかないとですね、市民をまた出てくるんですから、それは国が昔の資料を、何ですか、記録方からすると活断層は今のところないんだとされてるんですが、それで国から行動は抑えられて活断層の話は消えてるんですよ。こちらの方からは、北が機械があるために活断層があるという話はしております。それから調査もしております。でその活断層の定義がですね、この前ちょっとお聞きしたら、10万年、ここ10万年で断層が動いたのを活断層というか、またはここ40万年で動いたのを活断層でいうかという定義がちょっと曖昧なところにありまして、よく原発を作るときも活断層だとか活断層じゃないとかいうことが、人によって、すみません、専門家によって、異なりますけども、こちらがお願いする先生は明らかに活断層って言ってます。でここにはだ断層の跡はあるらしいです。でそれがいつ動いたかどうかで活断層になるのか、もっと古い断層になるかっていうことなんですね。で国は、ここは古い断層なので活断層ではないって言い方をしているので触れてないということです。だからですから今こちらの方からは、声は上げてるんですけども、その声をマスコミが取ってくれないのかというのは、マスコミはまず県からですね、要求は知っております。ただ県はまだ動かないのかちょっとよく分かりません。申し上げてください。はいはい、軟弱地盤と活断層は大きな武器だと、武器というか危険な要因だと思いますので、やらなきゃいけない。どっかこの辺かな、ケイソン護岸のところを、はい、要するに護岸作らないでそのまま入れちゃうっていうのはちょっとでき始めてます。これ護岸ですか。これですね、護岸を囲まないで、はい、っていうのはなんか会議で出てる。県の弱さを強くさせると思う、はい、はい、だから県を押し上げると押してあげるっていうのは非常に重要なことだと思います。それから今第三者委員会というのを作って、やっておりますけども、あれは、まあ、第三者と言いながら半分以上は、業者から研究費もらってるような第三者ではない人たちですけど、それがいろんな手を使ってやります。ここからダイレクトに入れるっていうとかですね、要するに我々が抵抗できるようなところを通らずに埋め立てができるような方法をいろいろ考えてるみたいです。ここに杭を打ち込むっていうのも、最初の砂ですとものすごい量とか、鉄を作るときの余ったクズを入れるとかですね、いろんなのが出てきたんですけども、それはどうもしないで発泡スチロールですか、なんか要するに無機質から作ったんじゃなくて有機質から作った発泡スチロールで軽いのを入れるとそんなに重くないんで、下が軟弱地盤でも、平気だろうとか、なんかめちゃくちゃと僕は思うんですけども、そんなようなことをいろいろ、アドバルーンが出てます。で実際にどの方法を作るかどうかはまだ決まっていないみたいです。ただ向こうは動き出しましたので、それに対して十分、対抗しないといけないと思います。とにかく事業するところでは調査というのがとにかくしっかりされるということが当然ですけれども、この事業については調査という話を聞かれていないんです。原発地域について恐ろしい事前調査をやってるでしょというようなことなどと比較すると、沖縄はどうでもいいんだというふうなのが国の今のやり方だというふうに抑えて、その対策を知恵を働かせて対抗すべきだと思うんですがね。これは恐ろしい国ですよ。
調査自体は向こうはかなりしたと思います。その結果コントラクトを作れないのが結果だと思うんですけども、作らざるを得ないということで無理していろんなところをやっている状況だと思います、ね、調査がまともでないから5年計画が10年計画になったり予算が2倍、3倍、5倍になったりってなってるんですよ。そんな事業というのは高いですから、我々もそれなりに力とそれなりに使用をこれは恐ろしい話ですよ。まあ、いろんな方が専門家に手伝っていただいてますけど、みんなの知恵を拝借してですね、やんなきゃいけないことだと思います。とにかく予算も9300万円出してるんだけど1兆超えてるから超というレベルになると国民的な説明がなかなかできないから伏せてるでしょう、はい、来年になったら2兆円というのが出てくるかもしれない。おそらくそうだと思います。おそらくスーパーの値段で9300億と1兆円だと、もう印象が全然違いますので、おそらくどっかでごまかしてる。だから調査がまともでないということ、計画そのものがまともでないということですから、そこのところを抑えて、運動、あるいは検討も対案もして、行政というのはもっと力を出せる力が必要ですし、やらなければならないと思うんですから、結局1回となって、もう少し力をつけようじゃないですか。県は一応2兆円超えるという試算を出しておりますので、我々はそれを信じてですね、それを支えていかなきゃいけない。そのためにここでいつでも抗議運動を続けていくということが非常に必要で、それが両輪なので、ここでは工事は前から県との連絡会議を定期的に持つようにというのを提起しているんですけれども、それもしっかりやるべきだと思いますね。ない。はい、それでは他に何かいいですか。はい、今日週日ですけれども、これからまたぜひ今年で終わるようにしたいですね。はい、
山は登ったことあります？いや、ないです。あ、じゃあここ行きましょう。この島の先端の方に持ってって、あそこで解放するんですよ。向こうの方が余計危険なんですよ。でそれをまた自分たちのメンバーが船で引っ張って連れて帰ってきます。そういうことで、そんなに早く来る必要はないわけですけど、それも多分たくさん船が来て泊まって早くしてるっていうのを印象づけるから、うん、この人たちが諦めをさせるために行ってきたんじゃないか。そこの日ぐらいからずっと契約してたんです。でやっと作業が今日始まる。このオラオンですね、灯台が昔3つあって、今でも、ね、2つあるんですけど、要するに台風の時の避難場所だったんです。もっと奥まで行っても日本通信が深いところがあって、昔から僕は、台風の避難所を引っ越すから、今最近はこちらの GPS とかがたくさんあるんだけど、灯台の場所があったし、本当にでも海が綺麗ですね。綺麗だよね。暑いぐらいですね。もう一つ違ったね。びっくりしました。ここまで夏みたいな。夏みたいな。
でもちょっとやっぱり風が吹くと冷たくなる。体感温度が変わるというのは、風が強い日が続くと曇り空になる。ここの地元の方ですか？そうなんです。ここで生まれ育った東島になっています。今あのゲート前の谷の世代ということでオープンしてた、そこも倍近いところ狭い開発を食べようとなると、それでも影響が少ないです。積みないね。陸から入ったトラック、ゲート前から入ったトラック。ないね。もう一度それ話してください。今あの土砂運搬船がですね、あのバージン船に土砂を積み替えてるんですね。はい、でなぜかって言ったら浅いところに行けないもんですから、で浅いところに行けるこのバージン船に積み替えて、それからあそこの京急護岸と言われているところに接岸をして、でそこからダンプに土砂を移し替えて、そのダンプがあの先端の今埋め立てる浅いところを埋め立てるための土砂のに運んでるんですね。もう相当段取りが悪いというか、そういうことをしないと進められない状態です。あれはただのダンプなんですね。全部からですね。一台戻っていくな、あれは何だろう。ここから丸見えです。動き始めたのかな。でもまだあっちに台船ついてます。ついてないですよね。これから分かんないな。5番のところにはこれから台船が行くはずなんです。ついてる様子はないですよね。距離が悪いね。これからどっか行く予定がある？あ、今日帰るんですよ。はい、見えない。